ストリカっていう言葉も初めて聞いたんですか。はい、会社でストラップになる間に欲しい部品があればお客さん自身が、まあ、文字通り本当にもぎ取っていくような状態になりますね。ただ並んでる車は会社の車とかなんですよね。そうなります。そこにお客さんは自分の工具持ってきて、はい、そうです。まあ、日常大工される方でしたら、まあ、外せるとは思いますけども、ご自身の自社の部品を、自由に取り外していただくという格好になります。心が踊りますよね。フルセみたいなもぎ取り、お客様心躍ってくるんですよね。結構散歩がてらみたいに入られる方もいらっしゃいますし、ただ眺めてるだけでも楽しいっていう人もいますので、ね、私なんかの素人が見ても楽しいもん。ただ私にはもぎ取る力があるかどうか。大丈夫です。大丈夫ですか。もしあれでしたら私どもの方でちょっとした簡単な説明ができますので。で、皆さん大体どんなところをもぎ取っていくんですかね。時期的にもよりますけども、まあ、目のあるタイヤを持ってったりとか、ワイパーブレードとか、あとまあ内装の小物部品で割れちゃったとか、そういったものでも持ってかれる人結構います。おなじみさんっていうか、ここで楽しみをしてる人結構いらっしゃるんですよね。常連さんはかなりいます。本当にもう1週間のうち3、4回現れたりとか、毎週現れる方もいらっしゃいます。でも天野さん、自分の車にそのもぎ取った車のパーツがすぐつくかっていうと、どうなんですか。まあ、この辺外される方は大体ご自身で調べられてる方が多いんですが、一応こちらの方で前もって同じような車がありますよっていうのを調べております。車種はどんなものがあるんですか。なんか外車とかもあるんですよね。あんまり極端に新しい車はないんですけれども、ちょうど今車的には大体10年ぐらい前のモデルがメインになっていますけども、高級車から普通の軽乗車までいろいろ多岐にわたりあります。確かにお客さんも家族連れから単身の方までいろんな方いらっしゃいますもんね。そうですね。本当に子供お子さんを連れて散歩もとか、あと夏場になったらこうピクニックみたいな感じでお弁当を持って来られる方もいらっしゃいます。飽きないですか。ご自身で外していただかれますので、価格的には店頭の中で販売して外れている部品よりはこれになっております。いや、また魅力いっぱいですよね。そうそうそう、どんな人かなんか浮かれてるんで、これからいらっしゃる方、流れ強い人がいいかもしれませんね。今日みたいにちょっと肌寒い雰囲気もありますので、温かい格好されていただければ。はい、今度もお届けする人は続々いらっしゃってます。どうもありがとうございました。青野さんにお話伺いました。お気に入りのパーツ探し。東北線におきまして、公駅公衆立ち入りの影響により昨日3月16日上野発札幌駅寝台特急北斗線に遅れが発生しています。また1月6日根室線におきまして